バッターボックスには代打の羽田。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球ボール、アウトコース、スライダー決まります。さあ3球目は何か、低め決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ空振り、ここは空振りでアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。15ゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃、バッターは2番新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ファイターズ厳しい展開、2球目打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球は伸び、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム5本目のホームラン。初球でした、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ファイターズ追加点を許します。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターは DH 小栗。打ちました、浅いフライ、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番クリ。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ヒットになった、これで4連打、ノーアウトランナー2塁1塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね、打力だけで、これが初球、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。あっと真ん中決まった。バッターの金村、今シーズンの得点圏打率は5割7分2厘となっています。いやーすごい数字ですね、頼もしい限りですね、ここも期待十分ですね。ああそうですか、打席には7番バッター山本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。さあ2球目は何か、打ちました、痛烈な打球、切りました、ファウルボールです。まあ今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。打ちました、セカンド取った、二塁へ、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球大きな変化球でまずは空振り、膝元へ曲げてきましたが外れます。次が3球目、ドカーンと大きな当たりです、高い打球、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン、真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや速い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、打席には9番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね、はい、ここは気持ち、打ちました、伸びていく、外野大きな打球になった、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、2アウトランナー二塁。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の長田目、さあマウンドを任されたのは長田目、今シーズン29試合目の登板です。
昨日のゲームでは2イニングを投げています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター新井、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズ打った、センターオーバー、セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていき、打ちました。痛烈な打球、レフトオン、センターオン、ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターはダイソーから起用されている吉田、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、はい、バッターボックスには代打のドレイパー。バッタードレイパー背番号33。初球ボール、スピードボールを持っています。スライダー外れます、ボール先行です。一塁線、中田掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっ、ゲームは9回に入ります。バファローズの攻撃、バッターはダイソーから起用されている村上。ファイターズ厳しい展開でこの際打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルボールです。打ち損じてしまいましたね。そのようですね、ファウルです。ストレート打った、高いバウンドになった、ショートが抑えた、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。打順は7番山本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。バッターボックスには代打のブライアント、まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。切りました、ファウルボール、インサイド打った、ファーストの右、抑えた、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。バッターボックス山下、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうです、変化球打った、サードの右、取った、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。バファローズサードランナー残塁に終わりました。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。日産最終戦に負けてシーズン終了となりましたが、来年は A クラス入り目指したいですよね。まあそうですね、いろいろと課題も見えていると思いますので、オフにしっかり準備して来シーズンに備えてもらいたいですね。そうですね、来年のリベンジに期待しましょう。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この